どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、おすすめのねクレジットカードが、ポイントサイトでね、ポイントがアップしましたので、本日はねこちらを紹介していきたいと思います。ビッグカメラスイカクレジットカードですね。 JR 東日本の方は、中心になると思うんですけども、スイカのチャージって何でされてます？クレジットカードでチャージされてる方多いと思うんですけども、このねスイカのチャージに対してね、ポイントがもらえるクレジットカードって少ないんですよね。でこのビッグカメラスイカカードはですね、チャージにもねもちろん適しておりますし、会社員の方とかでね通勤で JR 東日本ね、JR 利用されている方は、かなりおすすめのクレジットカードなんですよね。でまずですね、このビッグカメラスイカクレジットカードの、基本スペックなんですけども、まずね年会費が、初年度年会費無料です。で、2年目がね、477円、こちら税抜きでかかってきます。ですけども年間1回の利用があればね、年会費はねかからなくなるっていう感じになっておりまして、基本還元率が、1000円で10ポイントということで 1% っていうふうになっております。でスイカのね、クレジットカードということで、スイカのねチャージとか、そういうものに対しては、3倍で 1.5% の還元率を出せるっていう感じになっております。国際ブランドは、ビザか JCB っていう感じで、基本的にはね私JCB のクレジットカードってなかなか発行する機会ないんですけども、ビザでいいんじゃないかなっていう感じですね。やはりね使えるところはね、国内はねそんなに困らないんですけども、海外に行った場合ね、やはりねビザカードの方が強いかなっていう感じなんですよね。でこのスイカのねクレジットカードをね、お話をすると、基本的に、比較対象としてね、出されるのが普通のビュースイカのクレジットカードってあるじゃないですか。そちらとこちら、どっちがおすすめですかって結構聞かれること多いんですけども、普通のビュースイカのクレジットカードって年会費かかるんですよ。でこちらのビッグカメラスイカクレジットカードっていうのは、初年度は年会費無料でね、で2年目以降は年間1回の利用があればね無料になるんですよね。でこの年間1回の利用で、年会費が無料になって、なおかつスイカへのねチャージで還元率が 1.5% のクレジットカードって、このクレジットカード以外ねないんですよね。ですので、ビューカードとねビッグカメラのこのスイカカード、どっちがおすすめかっていうとね、もうダントツでこっちの方がねおすすめなんですよね。ですので年会費をね無料で維持していきたいっていう方はですね、ビッグカメラスイカクレジットカードをね発行するようにしてくださいね。で、こちらねビッグカメラスイカクレジットカードということで、ビッグカメラっていう、言葉はついてますよね。ですのでこちらビッグカメラと、一緒に出しているクレジットカードで、ビッグカメラの、還元率っていうのが、基本的に電気屋さんで 10% 還元つきますよね。ビッグカメラとかで普通にねクレジット決済とかにするとですねパーセンテージ落ちちゃうんですけども、このビッグカメラスイカクレジットカードはですね、このクレジットカードで、スイカにチャージしますよね。それでスイカでね支払うことによって満額のねパーセンテージ 10% が受けることができます。なおかつこちらスイカにねクレジットカードチャージする分も、ポイント対象になりますんで、ビッグカメラスイカクレジットカードでチャージしたスイカで、ビッグカメラで支払うと、還元率は 11.5% の還元率がね受けられるんですよね。これ結構すごいですよね。ですので JR 東日本、JR をねよく利用する方で、ビッグカメラをねよく利用する方はね、結構ねこちらねおすすめのクレジットカードになってるんですよね。でこのたまるポイントなんですけども、こちらね JRE ポイントっていうものと、ビッグカメラのねポイントがたまるんですけども、リクマイラー的にはですね、これ両方とも ANA マイルにもね JAL マイルにも交換ルートはあるんですけども、交換率ってすごい悪いんですよね。ですので基本的にはですねスイカにチャージして利用したりとか、ビッグカメラのポイントにね交換して、利用するっていう方がね賢明かなっていう感じですね。交換率が落ちてもいいっていう方はね、ルート自体はね組めるんですけども、ちょっとね現実的じゃない交換率っていう感じなんですよね。
ビッグカメラスイカクレジットカードなんですけども、もう一つね優秀な点がございまして、私のね動画で、結構ねエポスカード、あとねブッキングドットコムクレジットカードね、こちら結構何度となくおすすめですよっていうふうにね言わせていただいておりまして、両方ともね年会費無料にもかかわらず海外旅行保険がね無料でついてくるクレジットカードなんですよね。でこのねビッグカメラスイカクレジットカードはですね、またこちらも海外旅行保険ね自動付帯のクレジットカードなんですよね。しかも年間1回の利用で、年会費もカバー無料になるっていうことですんで、電車ってなんだかんだね、1年に1回ぐらい多分乗ると思いますんで、年1回の利用だったら、こちらね年会費の発生はねさすがに防げる方が多いんじゃないかなと思いますんで、海外旅行にねよく行かれる方っていう意味でもね、このクレジットカードは結構持ってでもね損じゃないクレジットカードっていう風になってるんですよね。もちろんねエポスカードもブッキングドットコムカードもですね、年会費無料で維持することができますんで、もしね発行されてないって方はね結構おすすめのクレジットカードとなっております。それではで、次にですね、今ねこのビッグカメラスイカクレジットカード側でですね入会キャンペーンもやっておりまして、最大でね一応55,500ポイントがね、もらえるキャンペーンがやってるんですけども、実際に漏れなくもらえるっていうキャンペーンはね、5,500円分になっておりますんで、こちらね、不正条件がね、とても楽なんで、こちらもね、おすすめとなっております。期間は、4月の30日までっていう風になってまして、こちらエントリー必須という風に、なっておりますんで、その点は注意してくださいね。まずね、新規発行で1000ポイント。でオートチャージ5000円以上で1000ポイント、期間中5万円以上の利用で3500ポイントっていう風になっておりまして、5万円以上ねちょっと利用しなくてはいけないんですけども、もうそろそろの時期でね定期の更新とかね控えてる方多いと思いますんで、こちらね5万円以上利用したら合計でね5500円分のねポイントがもらえますんで、こちらねそこまで難しいね達成条件じゃないので、こちらもね積極的に狙っていただきたいなと思います。で一応ね定期を購入すると、こちら抽選なんですけど5万ポイントがねもらえるキャンペーンも一緒にやっておりますんで、こちらのクレジットカードをね、発行された方はね、定期の購入をこのクレジットカードでする方、多いと思いますんで、ちょっとね5万円っていうね金額はあるんですけども、利用する機会がある方はねぜひこちらもね積極的に狙っていただきたいなと思います。で次にですね、ポイントサイト、EC ナビで今ね、5500円分のポイントで、こちらのビッグカメラスイカクレジットカード、案件出ておりますんで、あとね、3日間ぐらいで終わってしまうね、案件という風になっておりますんで、こちらね、発行するだけで、5500円分のポイントがもらえますんで、先ほどのね、クレジットカード側のキャンペーンと合わせて合計1100円分のね、ポイントがゲットできますんで、こちらね、ビッグカメラスイカクレジットカードってやはりね、普通のビューカードの、クレジットカードと比べると年会費がかからないんで維持できるね、スイカのクレジットカードっていう風になっているんで、なかなかポイントサイトでねポイント上がってこないんですよね。でこの5500円っていうのもね、私多分私の知る限りね多分最高ポイントなんじゃないかなっていう風に思うんですよね。ですのでこの機会にね JR によく利用される方、プラスねビッグカメラをねよく利用される方はね、持っていてね損じゃないクレジットカードだと思いますんで、この機会にね、ぜひね、発行を検討してみてはいかがでしょうか。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ Twitter もやっておりますんでフォローとチェックしてあげるととても嬉しいです。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。